マイタウン水戸この時間は水戸市の話題や情報をお送りしますおはようございますコンアヒコです今回は新しくなったケーズ電気スタジアム水戸に行ってきましたスタジアムが改修されたというニュースは耳にされていると思いますが実際にどういう風になったのかさらにここをホームにするサッカー J2 水戸ホーリーホックについても伺いましたまずは 水戸市スポーツ課谷中恒夫さんに、グラウンドを見渡せるスタジアムの貴賓席で、改修について教えていただきまし谷中さん、この貴賓席から見ますと、本当に見下ろす感じでピッチを望むことができますね、はい、周りも緑が多いのであの、とてもいい環境かなとは思いますそうですね、このゲーズ電機スタジアム、水戸、真ん中にどーんと芝が。 ありましてググラウンンド本当にこうグリーンが鮮やかですね、はい、おかげさまで、えー、今回ティフトン419という品種の、えー、芝を今までの高麗に代わって入れましたので、うんえー、非常にあの選手も走りやすいピッチができたかなと思っています。 この芝も含めてなんですが、ケーズ電機スタジアム水戸は、どんな改修が行われたのか、そしてこれからさらに行われるのか、教えていただけますか、はい、今まで西公認陸上競技場として、昭和61年から開放しているんですけれども、えー、長年経ってまして、地震のせいもあって、地下の水の波形とかが非常に悪くなっていたような。 状況にありました、はい、それと長年使っていると土とかがだんだん飛んできますので、えーえー、それで盛り上がってきてしまうので高さを調整しなきゃいけないというのがありましたので、うん、今回公認の検定が通らないということで、えー、回収させてもらいました。うん、でせっかく回収するんでしたら、はい、サッカーの観戦する方にもやる方にとってもいいピッチを作りたいということで今回は芝の種類も多くのサッカー場で使われている芝。うん フト入れましたしたスプリンクラーも今まで4か所で水まきをやってたんですけれども、はい、今回48か所スプリンクラーを入れさせてもらってます、はい、それと下地の方も今まで土のグランドの上に芝が張ってあったんですけれども、はい、砂地を持ってきまして砂の上に芝を植わっているというようなことで、はい、芝も鳥取から取り寄せてます こういった改修ですけれどもそうしたことでどういう状況になってくるんですか、えーまあ、よその,あのサッカーがやっているような競技場、えー、大きく言うと NAC5 さんとか BMW さん清水とかあのそういったところがみんな同じような芝使ってますのでそういったところと同等に選手たちも走りやすいそして J リーグ頻度が高いものですから、えー、その試合に耐えうるような 芝にしたいいなというとうころです、まあ、またあのトラックの回収は別途今年度これから行いますので、はい、今トラックの色がそうですねレンガ色なんですけれども、はい、これ回収されると色そしてどういった形になるんでしょうか、はいえー、今度の改修は、えー、まず色を最近あの海外でも世界陸上なんかでもよく使っている 青色のトラックをそれとレーン数も今8レーンのトラックなんですけれども、はい、今度の改修で9レーンに1レーン増やして陸上の競技運営もスムーズにできるように回収してていこうと思ってますなるほどそのトラックですけれども9レーンになったり色が変わったりということでこれ色って重要なんですか なんかあの選手の心が非常に落ち着いて、えー、タイムが良くなるというようなことを最近言われてます、ね、レンガ色からブルーに変わることで、はい、以前はレンガ色が当たり前だったんですけれども<ー>このところだんだん青色も増えてきてまして国内でも20カ所程度、はい、1割強でしかないですけれども、はい、少しずつ増えています。 100分の1秒争うとかそういう本当にこうそうですねあの水戸でも以前日本記録出したこともあるんですけれどもまたあの日本記録をどんどん生み出すそんなトラックになってもらいたいと思ってますので、はい、うそういう意味ではこれからさらに改修も進むということで。 水戸市の方たちにとっても嬉しいニュースでですすよねねそうですね水戸市の場合は小学校の6年生どこの学校のお子さんもここで記録を取りますうそういう意味で、えー、市民すべてが使っている陸上競技場としては日本国内で胸を張っていいそういう競技場だと思ってますのでプロのサッカー選手一流の陸上競技選手その人たちと同じところで競技をできる走ったことがある。 一一生のの番いい思いい思思出ににももななるかとううふってます本当ですよね、そういう意味では記録も楽しみですけれども、子どもたちが大きくなってから、さらにこうふるさとに愛着を持つっていうものの一つになりそうですもんね、はい、あの市民に使われて初めて、水戸市立の経前駅スタジアムだと思ってますので、そういう意味でも親しみを持って使ってもらえる、そんなスタジアムであってほしいと思ってます。そうですね 自分も実際にトラックで走ったことがあるとかこのスタジアムを使ったことがあるという方ですとホーリーホックを応援するときもなんかさらに親しみ感じそうでやっぱり同じとこであの同じレベルで走ることができるというのはそういう意味でも大きいかなと思ってます,す、ね、やっぱりこのケーズ電機スタジアムぜひ皆さんに来てこう新しくなったところをさらにご覧いただきたいですよね。そうですね客席も 水戸で一番人の集まれる場所がここ<ん>はい、えー、1万人の人が同時で見ることができますのでそういう意味でもあのー、非常に大きな施設ですからぜひどんどん来てもらいたいと思います来年度からはトラック部分も新しくなったケーズ電気スタジアム水戸を利用できるんですねさてこのスタジアムをホームにしているのがサッカー J2 水戸ホーリーホックです 水戸ホーリーホークといいますと、水戸市民の皆さんも今、とても気になっていると思うんですが、新体制、どんなふうな形になっていくのか、改めて教えていただけますか、はいえー、先週末の北九州戦を、えー、終えまして、えー、順位が21位ということで、J2 から J3 への降格圏内っていうところで、 クラブとしては苦渋の決断だったんですけれども橋渡監督を解任というような形を取らせていただいて J3 にはやっぱりあの落ちてはいけないというところでやっぱりここから新たに気持ちを切り替えて当面は西ヶ谷隆之ヘッドコーチがチームの指揮を執りますけれども早い段階で次の、まあ、新たな監督を連れてくるのか新体制決まってきますのでそこからまたまだ 20何試合残ってますので J3 に落ちないということはやっぱりこの街から J2 の火を消しちゃいけないというところをこう我々も考えていますのでファンの皆さんもそういう意味ではもっともっと支えていくよ応援していくよという声も多いろんな方の声を聞いていまして、はい、あのやっぱりこの順位というのは この水戸にはふさわしくないというふうに思っているというようなお声もいただいてますし我々もあのこの順位というのはやっぱり違うというふうに思ってますのでもっと上に行けるというふうに思ってますのでやっぱりでもそれにはいろんな方の声援であるとか支えというものが必要になるので我々だけではこうどうしようもないところもあの皆さんの力でこう変えられるというところあのチームの というところもそうですけれどもいろんな方の応援でジョインというところも上げていけるというふうには思っています実際にケーズ電機スタジアム水戸新しくなってそしてホームに帰ってこられたという感覚も選手の皆さんにはあると思うんですけれどもそその辺はいかかがですかそうですすうねあの昨年末までここのケーズ電機スタジアム水戸を使っていてピッチの 改修のために笠松運動公園使わせていただいてま,あまずはあの笠松運動公園使わせていただいたということであの感謝の気持ちがあるんですけれども、うん、やっぱりそのホームタウンの水戸でこう試合をさせていただけるというところはやっぱりこう本当にあの気持ちが変わるというかえ気持ちが入るというんですかねえそういったところでしかもこの非常にきれいになったピッチを使わせていただくということでもうありがたいという気持ちでしかないですかね、うん。うん 選手の皆さんはここで試合をして新しい芝のこの感触などはどんなふうに昨年まではやっぱりあのボールが転がしてみてもまっすぐ転がってくれないっていうところがあって、うん、あのそれが試合中のプレーになるとボールがワンバウンドすると本当にとんでもない方向にこう転がってしまうということがあって、うん、あのボールを最後の最後まで 見ていないなと次のプ本当に細かいところなんですけれども、うん、そういったところで次のプレーの判断が遅くなってしまったりとかいろんなこう流れるようなプレーっていうのができなかったんですけれども、うん、この綺麗な芝生になってからあのきちんとボールが転がってくれるのでボールを最後まで見なくても次のプレーに移れたりとかそういったところで、まあ、これが勝負にどう影響するのかっていうとちょっとそこは別の問題にはなるとは思うんですけど。レレベルの高いプレーが あのお見せできるようにはなったっていうところで、やっぱり選手たちも非常に嬉しく思っているところがありますね。そういう意味では、これからのプレーにさらに注目が集まると思います。選手の皆さんの状態はいかがですか？チームとしてはあの監督が解任されたっていうこうまあ、ショッキングなことがあったんです。けれども、やっぱりチームはこれからもあの続いていくし、これをバネ。に さらにこう上を目指してもらわないといけないので選手たちもそれをこう分かっているのでそれができなければこうな,んなんでそういったことになったのかが分からなくなってしまうので、うん、そういったところであのやっぱりもっと自分たちがやらなければいけないというふうに気持ちをこう引き締めているところがありますね。はいなるほど そして14日日曜日午後1時からはセレッソ大阪戦がここのケーズ電機スタジアム水戸で行われます。これに向けて選手の皆さんいでですねそうですねねそう対戦相手としても元日本代表がいるであるとか、えー、ワールドカップで出場していた他の国の代表元代表の選手たちがいたりとか J2 のリーグで見るには非常にこう豪華すぎる あのタレントが揃っている対戦相手ですのでそういった強い相手と試合ができるっていうところはあのプレーをしている身としてはやっぱり嬉しい気持ちがまずはあって、えー、それをこう倒していくっていうところに自分たちのモチベーションをこう上げているようなところですね、うん、セレッ大阪戦ですけれども改めてどの辺が一番見どころになりそうですか。対戦相手の強力なフォワード陣というところを 私たちのディフェンス、まあ、前から走り切って取り切るっていうディフェンスをしてますけれどもそこからのカウンターで得点を取っていくところ、まあ、流れるようなプレーっていうのは見せられると非常にいいかなというふうに思います実際にケーズ電機スタジアム水戸に来ていただいてご覧いただくとやっぱり感動も違いますかね。と思います。現場で歓声を直に聞きななががらら周りのの方々の反応も見ながら 試合を見るっていうのは本当にこう感覚が違うものなのでやっぱりもう生で現場で見てもらいたいですね。そうですねそしてさらにこの後も試合が続くということですのでもう何試合も何試合もやっぱり熱い応援を期待したいですね,そ,うですねあのその熱い応援が選手たちを走らせていただくことにもなりますし最後の最後あのもう一歩が踏み出せるっていうところの 勇気を与えてくれるのはやっぱり皆さんのサポーターの皆さんの声だったりするのでぜひ皆さんの力をお貸しいただいてチームの方を強く成長させていただければなというふうに思いますぜひ新しくなったケーズ電気スタジアム水戸へ応援に来てくださいセレス大阪線明日14日午後1時キックオフです臨時駐車場などの情報は水戸ホー,リーホークのホームページでご確認ください マイタウン水戸、今明子がお送りしました。